皆さん、こんにちは。国民的人気グループ、EXILE のボーカルでもあり、ドラマや映画にも出演している TAKAHIRO さん。最近ではソロでのツアーも成功させていたり、多方面で活躍されているようです。TAKAHIRO さんといえば、歌がうまいのはもちろん、なんといっても爽やかで、甘いマスクをまとったイケメンですよね。そんな TAKAHIRO さんは過去に、元 AKB48 の板野友美さんとの熱愛が話題になりました。人気絶頂のお二人のことだったので、覚えている方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな TAKAHIRO さんと板野友美さんの破局理由や裏事情まで、深掘りしてご紹介していきます。このチャンネルでは、人気芸能人のスキャンダルに関してお届けしています。今後も皆さんが気になる話題を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまずは軽くお二人のプロフィールからご紹介します。氏名 TAKAHIRO、 本名田崎 TAKAHIRO、 生年月日1984年12月8日、出身地長崎県佐世保市、身長180センチ、血液型 O 型、事務所 LDH、 氏名板野友美、生年月日1991年7月3日、出身地神奈川県横浜市、身長154センチ、血液型 A 型、事務所ホリプロとなっています。板野友美さんと EXILE の TAKAHIRO さんは2012年頃から2015年までの3年間、交際を続けていたと言われています。すでに破局しているお二人ですが、破局理由は何だったのでしょうか。噂では TAKAHIRO さんが武井絵美さんに乗り換えたことが一番の理由ではないかと囁かれています。お二人の馴れ初めは、音楽番組などでよく共演していたこともあり、番組共演を機に熱愛に至ったと言われています。共演するだけではあまり話す機会もないかと思いますが、板野友美さんは TAKAHIRO さんと共演した際、 EXILE の楽屋に遊びに行くことがあったんだそうです。そこで板野友美さんと TAKAHIRO さんは仲良くなり、次第に熱愛に発展したと考えられています。楽屋などで連絡先を交換していたかもしれませんね。共演がきっかけで出会ったと言われている板野友美さんと TAKAHIRO さんですが、実は板野友美さんはそれよりも前から TAKAHIRO さんのことを意識していたようです。板野友美さんは2005年に AKB48 に加入していますが、その前はガールズダンスチーム、ガールズボックスに所属していました。そして2003年の紅白歌合戦では、チューチュートレインを歌う EXILE のバックダンサーを務めていたようです。当時の EXILE は ATSUSHI さんと SHUN さんがボーカルを担当しており、 TAKAHIRO さんはまだ EXILE に加入していませんでした。そのため板野友美さんが2003年に EXILE のバックダンサーを務めた時には、板野友美さんと TAKAHIRO さんが出会うことはなかったのですが、自身がバックダンサーを務めたグループだけに、 EXILE の新ボーカルにも注目していたのでしょうか。板野友美さんは新たに加入した TAKAHIRO さんのファンとなり、音楽番組で共演する際に EXILE の楽屋を訪れるようになったと言われています。週刊誌の報道によって熱愛が発覚した板野友美さんと TAKAHIRO さん、交際中は同じマンションに住んでいたようです。そのマンションは超高級タワーマンションで、もともと TAKAHIRO さんが住んでいたところ、そこへ2012年に入って板野友美さんが引っ越してきたそうです。このマンション内で板野友美さんが乗り込んだエレベーターが、TAKAHIRO さんの部屋がある中層階で止まったというのを複数回目撃している方もいるんだそう。また板野友美さんと TAKAHIRO さんの帰宅時間がほぼ同時刻であることが多かったといいます。一部では板野友美さんが同じマンションに引っ越してきたことを、当初 TAKAHIRO さんは煙たがっていたという情報もあります。 TAKAHIRO さんはギャルっぽい見た目とは裏腹に、根は真面目で一途な板野友美さんのギャップにやられたそうですが、どちらかといえば板野友美さんの方が TAKAHIRO さんに惚れ込んでいたようです。最初に板野友美さんと TAKAHIRO さんの熱愛を報じたのは、
2012年3月に発売された週刊文春でした。板野友美さんは2013年に AKB48 を卒業しているので、最初に熱愛報道があった時期はまだ AKB48 在籍中でした。 AKB48 は恋愛禁止のルールがあります。板野友美さんも例外ではありません。しかしアイドルにとって致命的ともいえるこの熱愛スキャンダルを板野友美さんは喜んでいたんだそう。よっぽど高弘さんのことが好きで、自分たちの話が取り上げられたのが嬉しかったのでしょう。週刊文春の熱愛報道に関して、 AKB48 のメンバーたちに笑顔で乗っちゃったと話していたといいます。前半でも話したように、最初に2人の熱愛が報じられたのは2012年のことです。しかし板野友美さんと高弘さんの熱愛の噂は2012年に週刊文春が報じるよりずっと前、2010年頃からファンの間で話題になっていたといいます。当時は板野友美さんと高弘さんが、タレントの春菜愛さんが経営するお店にお二人で訪れていたという目撃談などがあったようですが、決定的な情報がなかったため噂止まりだったのです。お二人が交際を始めた明確な時期は不明ですが、板野友美さんが AKB48 在籍中から高弘さんと親密な関係であった可能性が高そうです。2012年に週刊文春によって熱愛が報じられた板野友美さんと高弘さんですが、2014年にはフライデーや女性セブンによって再び熱愛報道がされており、熱愛の証拠ともいえる画像も複数枚掲載されています。2015年には板野友美さんと高弘さんに結婚秒読み報道もありました。しかしこの報道直後に双方の事務所が交際や結婚といった報道についてですが、そのような事実は一切ございませんと結婚交際説ともに否定しています。様々な熱愛の証拠があったお二人ですが、交際に関しては一度も認めたことがありません。ただ板野友美さんの本心としては交際を否定する声明は出したくなかったようです。板野友美さんはブログで結婚交際説を否定する声明を発表した直後、イベントで芸能記者からインタビューを受けています。そこでご自分のブログで交際を否定されましたねと尋ねられると、板野友美さんは、ええ、私じゃないですけどねと交際を否定するブログを書いたのは自分じゃなくスタッフだと返答。交際はしていないんですよねとの問いにも、真実はそれなのでと歯切れ悪くコメントしていたようです。交際を否定するブログを発表した直後の板野友美さんには動揺している様子も見られましたが、板野友美さんと高弘さんが破局したのは事実だったようです。一部では2014年末には破局していたと報じられています。お二人の破局理由が気になりますが、板野友美さんが高弘さんのために身を引いたというのが破局の理由だと言われています。板野友美さんと高弘さんの交際はエグザイルファンがあまりよく思っておらず、高弘さんの所属事務所も交際が理由でのイメージダウンを懸念していました。そんな状況を板野友美さんも分かっていたんだそう。高弘さんが大切だからこそお互いの将来を考えて破局することを選んだといいます。それでも好きな相手との破局は板野友美さんにとってかなり辛い選択だったのでしょう。イベントのインタビューで歯切れの悪いコメントを残していたのは、破局した辛さをまだ乗り越えていなかったというのが理由ではないでしょうか。板野友美さんと高弘さんの破局理由としてもう一つ言われていることがあります。その破局理由が女優の武井絵美さんの存在です。高弘さんと武井絵美さんは過去にドラマで共演していますが、一体どういう関係だったのでしょうか。高弘さんと武井絵美さんは2014年1月から3月まで放送されていたドラマ戦力外捜査官で共演しています。この共演をきっかけに急接近したお二人はその後交際に発展し、2015年4月には週刊誌に交際報道もされています。武井絵美さんと高弘さんの交際報道があった2015年4月といえば、高弘さんが板野友美さんと破局してからそれほど経っていない時期です。
それだけに板野友美さんと高弘さんが破局した理由が武井絵美さんの存在だったのではないかとも噂されています。武井絵美さんと高弘さんはその後2017年9月に結婚していますが、その時発表されたコメントでは、共演をきっかけに出会い仕事仲間や友人として付き合いをしていく中でお互いの人柄に惹かれていったと明かされています。武井絵美さんと高弘さんは共演したドラマで一緒に撮影するシーンが多かったため、共演ドラマの撮影中に意気投合したのは間違いなさそうです。共演中にはドラマの公式ツイッターなどで武井絵美さんと高弘さんのツーショット画像が多数アップされていましたが、その画像を見てもお二人の仲の良さは一目瞭然でした。武井絵美さんと高弘さんがドラマの共演で出会ったのは板野友美さんと高弘さんが交際している時期ですが、高弘さんはこの頃から武井絵美さんの人柄に惹かれていたのではないでしょうか。板野友美さんも左手薬指の指輪が話題になっていましたが、武井絵美さんも高弘さんと交際中に左手薬指に指輪をしていたようです。武井絵美さんの場合は高弘さんとお揃いの指輪だったと見られています。共演がきっかけで結婚することになった武井絵美さんと高弘さん、板野友美さんは元彼の結婚発表に少なからず傷ついていたようです。ネット上では板野友美さんが自殺未遂をしたというデマまで浮上してしまいました。以上、今回は板野友美さんと高弘さんの破局の真相についてご紹介しました。数年にわたって交際していたと思われるお二人ですが、最終的には2014年末に破局してしまったようです。破局後、高弘さんはドラマ共演で知り合った武井絵美さんと結婚しています。これには板野友美さんも昇進気味だった模様。しかしそんな板野友美さんも破局の傷を乗り越えて2021年に侍ジャパンにも選ばれたプロ野球選手の高橋奎二選手との結婚を発表。現在は長女にも恵まれて幸せな生活を送っているようです。破局はしてしまったものの、お互い現在は幸せな家庭を築いている板野友美さんと高弘さん、それぞれの今後の情報に注目をしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご意見もお聞きしたいのでコメントお待ちしております。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまたお会いしましょう。